よっ、おい、いい感じの焼き色ついてますね。こんばんは、なりです。簡単で美味しいは正義ということで、本日もやっていきましょう。本日のレシピは、余りがちなキャベツはこうしよう、チーズ入りキャベツ焼きです。はい、それでは早速やっていきましょう。今日はですね、チーズ入りキャベツ焼きということですね。キャベツって結構丸々一玉で買うと結構安かったりするんで、一玉買っちゃうんですけども、意外と余っちゃったりしませんか？そんな時はこれっていうレシピをね、一つやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツワバーン。まずは材料紹介から。本日の材料はこちらになります。それではやっていきましょう。今日はですね、こちらのキャベツがメインのレシピになっていくんですけども、なんと今日はですね、ほぼ混ぜて焼くだけって感じで、かなりお手軽に作れるチーズインキャベツ焼きっていうのをやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。それではですね、まずはこちらのキャベツを8分の1ですね。今回はですね、使うフライパンが直径20センチぐらいのちっちゃいフライパンなんで、8分の1でやっていくんですけども、もっと大きいフライパン使う方とかはね、一気に4分の1使っちゃっても大丈夫かなと思うんで、純粋にね、今回の分量を倍にしていただければと思ってます。では早速やっていきましょう。まずはですね、キャベツの芯は切り落とします。そうしましたら、結構ね、もうざっくりで大丈夫ですよ。千切りにしていくんですけども、そんなめちゃめちゃ細くなくてもまあ大丈夫です。なんでまあざっくり千切りにしていただければと思います。はい、キャベツの千切り OK です。そしたらですね、これを何でもいいんですけども、ボウルに移していきます。はい、ではキャベツをボウルに移しましたら、こちらに材料を合わせていきます。まずはチーズ、ピザ用チーズを 50g 入れます。続いてニンニクチューブ、こちらを小さじ1杯分ぐらい入れます。続いてお塩は3つまみ入れます。最後に片栗粉は大さじ1杯入れます。そうしましたら、これをよく混ぜます。片栗粉がちゃんと全体に絡まるようにしっかりと混ぜます。はい、よく混ぜましたら、早速こちらを焼いていきましょう。はい、それではですね、最初に言った通り、こちら直径20センチのフライパンを用意しております。こちらに先ほどの混ぜたキャベツたちを投入して焼いていきます。まずはフライパンにオリーブオイル 10cc、 約 10cc ですね、引いていただきます。そうしましたら、こちらに先ほどのキャベツ入れていきます。そうしましたら、軽く形を整えていただいて、中火で焼き色がつくまで約3分ほど焼いていきます。で、焼いてる最中にこんな感じで押し付けながら焼いてもらうことによって、全体的にね、綺麗な焼き色つきますんで、最初はね、ぜひこれやってもらえればなって思います。こんな感じでちょっと揺らしてみて、全体がくっついた感じで揺れてきたら、しっかりとまとまって焼き色がついてきた証拠ですね。そろそろどうですかね。お、だいぶいい感じの色がついてきましたね。あと気持ち1分弱ぐらい焼いていきたいと思います。さて、どうですかね。お、だいぶいい感じの焼き色がついてきましたので、こちらをですね、一旦盛り付ける時のお皿にこんな感じでスーってスライドしながら移します。そしたらですね、フライパンをかぶせていただいて、よっ、おい、いい感じの焼き色ついてますね。そしたら裏側もしっかり焼いていきます。裏側はですね、もう鉄板も温まっているんで、大体2分ぐらいで大丈夫です。で、こちら側の面を焼いた時と同様に、こんな感じで押しながら焼いてあげると、また綺麗な焼き色つくかなと思います。焼き色チェック。お、いい感じです。そうしましたら、火を止めて盛り付けに移ります。先ほど用意したお皿にいい感じにスライスとしてあげて、あとはお好みでこちら、胡椒、
胡椒を全体に振ってあげれば、はい、完成です。混ぜるだけで簡単にできちゃう余ったキャベツを使ったチーズインキャベツ焼きです。うまそう。はい、それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。焼き色いいっすね。うまそう。いただきます。うまっ。めちゃめちゃうまいっすね。キャベツのシャキシャキの歯ごたえもまだ残ってますし、チーズの焼けた香ばしさもすごい後から来て、これは無限キャベツなんじゃないですかねって思うぐらいのうまさです。うん、また胡椒がいいアクセントになってますね。ちょっとこれ味変でマヨネーズ。マヨネーズ、これめっちゃうまい。これあともうソースかけたらただのお好み焼きです。めちゃくちゃ美味しい。うん、これ多分野菜嫌いのお子さんでも食べれるんじゃないかなってぐらい美味しいですね。いや、これうまいっすね。はい、ということで本日はチーズインキャベツ焼きを作らさせていただきました。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。